明石家さんまさん、さんまさん結婚、結婚ですね。88年こちら、結婚している時さんまは意外ととありますが、喋らないじゃないですか。喋らない、あのさんまさんが結婚している時は、ね、稲垣さん、なんだろう、意外と喋れないはずないもんね。え、なんだろう、私も分かってない。意外と亭主関白、意外と、え、何、こちらです。答えたのに分かんない、つまらなかった。ひどい、何これ、ひどい。ご自身がおっしゃったこと。いや、そんなことないです。あ、そうですね、つまらなかったですね。あの、つまらなかったっていうのは番組で、うん、だからお家では本当にすごいいいお父さんをしてたし、すごい楽しくして、何かこうひな祭りとか子供の日とかイベントの時はもう司会してくれて、あの、親族集めてパーティーとかしたりして本当に楽しいんだけど、テレビとかだとなんかつまんなかった。あ、そうなんだ。そういう意味です、ね、なんかこう勢いがこうなくなっちゃったっていう